Fine-Tune Radio with Rachel Chan。 こんにちは、レイチェルちゃんです。今日も聞いてくださってありがとうございます。ラジオの好きな番組にチャンネルを合わせるように、楽器の音のチューニングをするように、私たちの人生も自分が好きなチャンネルに合わせて過ごせたらいいですよね。少しでも心が楽になる、1ミリでも心が軽くなる、そんな時間になれたなら嬉しいです。一曲お送りした後に皆さんのコメントをご紹介しています。もしこういう名前で呼んでねっていうのがありましたら、ラジオネーム〇〇ですと冒頭に書いてください。そして普通のラジオ番組のようにいただいたコメントは声に出してご紹介していますので、もしこの部分は声に出さないで読んでねというのがありましたら、ここから先はオフレコでというふうに書いていただけたら嬉しいです。いやー、到達しましたね。嬉しいです。皆さんのおかげです。たくさんのお祝いのコメントありがとうございます。この2ヶ月ですね、最初の頃はほぼ毎日でしたけども、仕事で物理的に忙しい時はね、ちょっとお休みしてしまうことはありましたけど、そんな中でも皆さんたくさんのコメントいただきました。本当にありがとうございます。で、申請をして、通りましたらメンバーシップが可能になりますので、その時に晩酌クラブと、もう一つエイブラハムフレンズですね、どういうスタイルになるのか今から少しずつ準備して、申請通ったよっていうふうになりましたら、徐々にスタートしていきたいななんて思っています。今のところアートワークをちょっとですね考えたりしているんですけども、また、準備ができたらご紹介したいと思います。いやー、今日は随分と肌寒かったですね。あったかい日もあったりして、コートいつクリーニングに出そうかなって思って、もうそろそろしまってもいいかなと思うと、またちょっとね肌寒い日が戻ってきたりしていますけども、三寒四温って言いますからね、少しずつ少しずつ暖かくなっていくんでしょうかね。今日も犬の散歩を行ってきたんですけども、まあまあ寒くて、冬のコートを羽織って出かけてきました。結構ね、日によって気温差ありますからね、まだまだ冬物しまえないですね。そして昼間はですね、今日洗濯と、それからですねクローゼットの整理をしていました。結構夫も今断捨離モードに入っていて、まあ、少しずつね家を片して移住に向けて物を減らしていくんですけども、いつも利用しているワールドギフトといってね、このボランティア団体というか NPO なんですけども、まだまだ綺麗で使えるものをですね、アジアの国々だったりですね、まあ、インドだったり、いろんなあの必要とされている地域、エリア地域にお送りするっていう団体で、そう、一箱、前もちょっとお話ししたんですけど、3000円ぐらいで事務手数料で、まあ、送料も含めて送ってくださるので、最近はねそこを活用してるんですよね。で、夫にも、夫が洋服減らすって言ってたので、ぜひぜひちょっとその寄付のボックスに入れてほしいっていうふうにお願いしてたところなんですけども、うん、そう、物を減らすっていうのはね、それこそあの近藤麻理恵さん、こんまりさんのときめきの本がありますよね。スパークするもの、ときめきを感じるものだけを残すっていうのがねもう理想ですので、徐々にねまた進めていきたいなと思っています。お洋服に関してはですね、私かなり仕事で、まあ、テレビの仕事も結構していた頃はですね、まあ、特にニュース番組を担当していた時は衣装は自前なんですよね。で、一度着たものっていうのは、まあ、特に毎日テレビに出ていた頃は本当にもう一部屋丸々ですね、まあ、一人暮らしだったんですけど、当時 2LDK の一部屋全部衣装だったんですよね。で、衣装もやっぱりその自分のお給料の中でやりくりしていくので、シンプルなスーツ、まあ、報道だったんでスーツで、色違いだったりですね、
もうあらゆる色のスーツを買いましたね。でシャツの中を、まあ、色を変えたりですね、このフリルのついた、まあ、あんまりちょっと報道なんでフリルはできないんですけども、襟の形で工夫したりですね、アクセサリーで工夫したりしてね、そう、当時まだ20代の頃、さほどすごいねお給料は高いっていうわけじゃない中やりくりをしていましたね。でラジオになるともっとカジュアルな洋服になってくるので、そこまでではないんですけども、しかもラジオなので、そんなに映らない、番組のねツイッターの写真とかね、ウェブサイトとかそういう時は映りますけども、それ以外は特にねそこまで気を使う必要なかったんですけども、でもやっぱり司会の仕事をする時に、こういう現場ではこういうものとか、例えばクライアントさん企業のカラーに合わせてこういうスーツ持ってますかとかね、いろいろあるんで、まあ揃えなきゃいけなかったんですよね。なんですけども、最近はかなりもうシンプルにして、普段着ているブランド2種類だけ、もうスティーブ・ジョブス並みに衣装を、他のブランドを買わなくなりました。ソマルタといって、広川珠恵さん、女性のデザイナーさんがやってらっしゃるブランドがフォーマルなお仕事の時で、カジュアルな時はゴフレっていうですね、そのソマルタのお友達のブランドなんですけども、その2つだけですね。なんで普段着をなくして、すべて衣装も普段着も区別することなくですね、こう他のものを買わなくなって、で普段着をほぼすべてですね寄付したんですね。でそうすると何がいいかというと、迷わなくなるんですね。で朝起きた時も、今日はフォーマルな仕事かカジュアルな仕事かだけを念頭に、その日のインスピレーションでパッと手に取ったこのソマルタのセミフォーマルのものなのか、ちょっとカジュアルなゴフレにするの、もうそれだけですね。であとは季節に合わせて何を羽織るか、そして靴もちょっとフォーマルなんであればハイヒールで、そうでもなければ、まあ、スニーカーのようなブーツのようなものを合わせる。なのでプライベートも仕事も、もうそのパターンなんですよね。なんか迷わなくなったし、衣替えもしなくなったので、すごくねすっきりするんですよね、心の中がね。なんですけども、たまにその雪国に行く時に、上の何でしょう、あのジーンズとか、あのそういったものを全て寄付してしまったので、寒いんですね。でそういう時だけヒートテックとかにお世話になったりですね、あとサッカーを屋外で観戦する時、ちょっと寒いエリアのサッカーに呼んでいただいた時にですね、着るものがないっていうねそういう時にはまた、そうダウンジャケットの、そうウルトラなんとかってありますよね、薄いあれを、そう買ったりして、そういます。なんですごくね、もう衣装の、この前もですね、去年の夏ぐらいにソマルタとゴフレ以外の衣装を思い切って断捨離したんですよね。オンラインでフリーマーケットを開催しまして、結構未使用なものだったり、まあまあ、 あのちゃんとしたブランドなんだけど、もうソマルタとゴフレ以外はもう着ませんって決めたので、それ以外の、まあ、数回しか着てないものから新品のものまでを、お友達とかに、まあ、Facebook のお友達とか、あのいろんな学びの友達とかでグループ作って、オンラインフリーマーケットを開催したら、皆さんね、あの喜んでくださって、で私も衣装、ね、物を減らせたし、買ってくださった、フリマでね参加してくださった方も喜んでくださって、しかもこの自分もその断捨離して得たお金で好きな農家さんを応援したりして、もうウィンウィンなサイクルで、そうペイフォワードってまさにそういうことかなと思いながら、楽しく
自分のね断捨離をすることができて、よかったななんて思います。そう、今月まだまだお片付けとね、この家の整理整頓断捨離をしなきゃいけないなっていう状況ですけども、これも田舎暮らしに向けてのステップですね。さあ、ここで一曲いきましょう。Fine Tune Radio with Rachel Chan. Today's track is Candyline, Cara D. Even if the sky is falling down.Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes.Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs.Say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, the sky is falling down, even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, the sky is falling down, Fine Tune Radio with Rachel Chan. お送りしたのは Candyline, Cara D.曲は Even If The Sky Is Falling Down でした。キャンデライオンさんとキャラディーさんのねハーモニーが素敵でしたよね。さあ、今日もたくさんコメントいただきました。ありがとうございます。カズオさん、だから聞きたかったんですよ、ありがとうございます。 あれですよね、英語で心を鬼にしてってなんて言うんですかっていう部分ですよね。そう、鬼がどういうニュアンスになるんだろうか、それが気になったものですからお聞きしました。お答えいただきありがとうございました。ジンさんも気にかけてくださりありがとうございました。ね、よかった。ジンさんアメリカに住んでらしてね、やっぱり心を鬼にしてて日本独特の表現だよねなんていうねお話を一つ前の番組でしましたね。ジンさん、それに対して今回もありがとうございます。 Force oneself の表現、確かにと膝を叩いてしまいました。膝を叩くっていうのも日本語固有の表現ですよね。そうですよね、膝を叩くって言わないですもんね。なんか何でしたっけ、ガッテンだみたいな、そういうのもね日本語独特ですもんね。いや、なんて言うんだろうね、ちょっと探してみたいと思います。
続いてふみかさん、いつもリラックスと学びをありがとうございます。心の癖あります。落ち込んだり、母とコミュニケーションがうまくいかず苦手意識があったり、でも心を鬼にして自分のペースを守ると自然に愛のサングラスをかけることができました。結果母も終始笑顔でした。レイチェルさんに感謝いっぱいです。ああ、すごい良かったです。うんね、本当に親子といえですね、年上の方だったり、ね、年齢が離れていたとしてもですね、全く対等の役者としてね考えるとさほど気にならなくなるというかね、親だからこうして当然でしょとか、子供だからこうして当然でしょっていうのをね持たなくなると、それこそすごくねフェアになるんですよね。一人の人間として相手を見る、まあ、一つの魂としてね相手を見ることができたら、随分とね、例えば足らない言葉なのか、足らない気遣いなのか、あるいはですね余計な言葉なのか、余計なねいろいろとかあると思うんですけども、そういうのもその人その人の置かれている段階だったりですね、その人の学びもあったりしますので、そう、家族だからっていうねそのレッテルをね取り除くとねいいんじゃないかなと思います。で、いい時だけこの家族でこういう風なメンバーに恵まれてよかったなっていういい時だけはね、その家族っていうレッテルを採用していいと思うんですけども、何かねちょっと自分のブロックだったりその抵抗につながるようなものであったら、もう同じこの地球という舞台に降り立った一役者の仲間で、結構例えば心を乱すような演技をしているとしたら、わあいい演技するなとか、癖の強い演技するなこの役者はっていう風にさらっとね、そして愛のチャンネルに変えるとねいいんじゃないかななんて思います。続いて愛さん、登録者数1000人おめでとうございます。あ、嬉しい、ありがとうございますね。本当に何でしょうね、本当に少しずつ少しずつっていう感じでお一人お一人ずつ増えてきてね、たくさんのね本当にコメントもいただきましてありがとうございますね。登録するのにも一手間かかる中でね、ポチッと登録ボタンを押してくださって本当にありがとうございます。スイピーちゃんさん、いつもありがとうございます。こちらこそです。心の癖、見えてなかったものが続々と見えておりますと思っていたら、レイチェルさんの今日のお話でまた発見。レイチェルさんのお話聞くまであることでもやーっと感じて見えてたことがあり、なんで私はこんな風に捉えてしまうんやろと、見えてても無意識にもやもや反省してました。最近心の癖でネガティブなことがあると祝福をと呪文のように唱えて切り替えるようにしてたのに、すっかり元の癖に戻ってましたね。頭では現実は自分の出したものが返ってきてるだけ、祝福を出して今リラックス深呼吸するだけでいいと分かってるのに、早くこの心の癖に、愛をするかな、心の癖直しますかな、いつも気づきをありがとうございます。でもね、その自分でやってるなっていうのが分かってるだけで、このやってるなっていうのすら見えないでやってしまう人が結構多いので、そんな中スイッピーちゃんはねちゃんと分かってるんで、すごいそれはもう第一段階クリアしてますし、さらにそこで祝福をっていう風にね言えるっていうのはねすごいいいことだと思いますので、全然ねそれこそ生態と一緒ですよね。何十年の体の癖をね 1,2 回では直せないように、こうずれたなと思ったら戻すで1ミリずつ戻していくっていうことで大丈夫ですのでね、あんまり厳しくなりすぎないでくださいね。で、その祝福をっていうのを相手にもそうなんですけど、自分は愛の存在なんだよっていうのをねもう一回リマインドしてあげて、自分は怒る存在なのかそれとも愛の存在なのかって改めて考えてみると、いや
愛でしょう当然ってね思えるじゃないですか。なんで自分は愛の存在なんだよって言って、自分にこのモヤモヤする真逆のことを自分にしてあげることですね。外側でモヤモヤしてるなって感じる時に、その本当はこうしてほしくない、こうしてほしいっていうのがあるわけじゃないですか。モヤっとするなと思ったら自分にそれをしてあげる、うん、で相手にそれを求めずとか、あの外側の人に状況を変えてほしいっていうよりも、自分がそれを自分自身にしてあげるっていうことで、まずは自分を大切に、自分のことを満たしてあげる。もともとその完璧な状態で、愛の泉っていうのはどん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 内側から溢れ出てくるので、そのモヤモヤが蓋をしてしまうことにつながりますね。そのモヤっていうね、その蓋を取ってあげて、まずは自分を満たして、自分にを、まあ、祝福で埋めてあげてください。続いてトミちゃん、登録者1000人おめでとうございます。レチューさんいつもありがとうございます。これからも楽しみにしています。ああトミちゃんありがとうございます。嬉しいですね。みんなの絵文字がすごく賑やかで、おめでたいマークいっぱい使ってくれてますね。でヒロさんも、ヒロロさんも、あ本当だ、なんとなんと今まさに1000人ぴったり、やったー、ぴったりでコメントできた。レチューさんおめでとうございます。とまだラジオ聞いてないけど、まずは祝福を嬉しい。そっか、この番組聞く前に、心のこの一つ前を聞く前にコメントくださったんですね。嬉しいな。レッチさん、これは今夜はお酒が進んじゃうんじゃ、めでたいめでたい、乾杯。でますますパワーアップするファインチューンレディオが楽しみで仕方ありません。レッチェルさん、ファミリーの皆様いつもありがとうございます。嬉しい、いっぱい可愛い絵文字が、うん、そう、祝杯はね、宮崎の黒木本店さんの山猫という焼酎、この前ご一緒して一升瓶、そうゆっくりいただいてますよ。これをですね、氷を入れて、でさらにですね、サンペレグリーノ炭酸水で割っていると、スパークリングワインの辛口のような感じで、すごくいいんですよね。そう、黒木本店さんの山猫を見かけたらぜひ飲んでみてください。続いてユナさん、レチェルさん登録1000人おめでとうございます。ファミリーの皆様とこうして迎えることができて嬉しいです。これからの新しい展開、いろいろ楽しみですね。いつも愛のエネルギーをありがとうございます。あ、ユナさんもありがとうございます。嬉しいですね。うん、確かにファミリーのみんなと一緒にね、この家庭をですね、この数百人っていうところからね、スタートしてじわじわと、ありがたいですね。けこちゃんからいただきました、1000人おめでとうございます。あ、嬉しい、思わず初めてコメントさせていただきました。あ、そうだったんですね、嬉しいな。毎日レイチェルさんご夫妻の動画を繰り返し聞いて心に染み込ませています。本当に心地よいです。私も日本酒お酒全般大好きで、休肝日なく美味しくいただいてます。料理をしながら飲むのも好きなので、毎日キッチンに立ちながらスタートしてます。今後のクラブ活動楽しみにしてます。あ、いいですね、キッチンにね。そう、キッチンの時間も楽しくする工夫っていうのは絶対必要ですのでね。うん、いいですね。私も今日はですね、おつまみ代わりに、昨日夜中の2時ぐらいにですね、夫が夜中にジムに行くので帰ってきた後にタンパク質を取るんですよね、筋肉のために。でゆで卵4つ茹でて、さらにですね、きのこも何種類ぐらいかな、えのきだけに、しめじに、まいたけに、しいたけに、で鶏ガラスープの素と、あと何だったかな、クラシルのきのこ無限で調べると出てくるんですけども、すごい簡単に電子レンジで8分ぐらいチンして、すべて材料を混ぜるんですよね。でごま油も確かありましたね。
でそれをきのこを混ぜて少し濃いめの、まあ、おつまみになるような味だったので、そのゆで卵を縦に4等分にしてお花のようにしてこのきのこを乗せたんですよね。そうするとすごくね美味しくって、夫もねパクパク食べてたんですけども、今日の夜ご飯はひき肉を炒めた後に、その後にですね生姜のみじん切りとネギの、まあ、みじん切りを炒めて、さっき作ったばっかりなのも忘れてますね。あ、それもまた鶏ガラスープと、あ、そうだ、とろみをつけた片栗粉と日本酒とちょっとお醤油だったかな、鶏ガラ入れてないかもしれないな何だったかな、とろみのついたものにひき肉にお豆腐と、まあ、またネギを散らしてっていう感じでしたね。さらにおかずとしてはサムゲタンの量がすごく、まあ鶏丸々1匹ですのでね、1羽っていうのかな、なので今日もサムゲタンの残りをチキンをいただきながら、また鳥羽シェフの代々木上原潮の鳥羽シェフの無限ポテトサラダ、もうね本当に美味しくって、アンチョビとかあと生クリームを入れて滑らかにするんですけども、これかなり滑らかにした上に卵黄をね乗せるってチーズと胡椒っていうね、で具材としては玉ねぎときゅうりなんですけど、シンプルなんですけども、このねアンチョビとマスタード、マヨネーズ、さらに何だったかな、またちょっとYouTube のリンクね忘れなかったら貼りたいと思うんですけども、すごくねお酒進みますので、ぜひ、うん、もしチャンスあったらおつまみ試してみてください。けこちゃんありがとうございます。続いてとこさん、登録者数1000人本当におめでとうございます。レイチェルさんのことは J-WAVE の頃から印象にありましたが、このようなつながりが持てた自分は最高にラッキーだと思います。これからもよろしくお願いします。あ、嬉しい。ここから先編集し直しました。あ、先週すごいコントラストを体験しネガティブな感情が抜けなくてなかなか立ち直れず、ご相談の文章を投稿したんですが、心を鬼にして瞑想してだいぶいい気分にシフトできましたので、もう大丈夫です。あ、素晴らしいじゃないですか。うん、これねいいですね、いいですね。そうそうそう、素晴らしい。これ瞑想してだいぶいい気分に、私も本当にそういろんなねネタになるような出来事があった1週間だったんですけども、瞑想して瞑想して昼寝して瞑想して昼寝して瞑想して、あと本も読んでね、うん、すごくねやっぱり一番この次繰り返さないっていうのは、この心を鬼にして瞑想していい気分にシフトがもう大正解ですね。うん、素晴らしい。とこさんありがとうございます。続いて森美さん、千人おめでとうございます。心を鬼にするくらいでないと逆走で走る癖が出てきますね。心を鬼にして自分を全てを許し手放し楽に心がけます。あ、すごいですね、表現が豊か、森美さんいつも。うん、レイチェルさんのもう家では飲まないと言いつつその日のうちに家で飲んじゃうは楽になるシェアでしたもうねそうなんですよね、本当にね家にワインはないわけなんです。ワインはねもうカフェ感覚でその日のうちになくなってしまうので、日本酒と焼酎はもう本当にお店できるぐらい常に常備してるんですよね。で蔵も行ったり旅先でも必ず買って帰るので、日本酒と焼酎も常にもう何十本あるんですけど、ワインだけはもう少しね度数も軽めですので、まあその焼酎とかが二十何度で日本
酒が18とか17で、スパークリングワインとかが、まあ、11、2とかで軽めじゃないですか。なんですぐ飲んで切らしちゃうんですよね。でない時にたまに夫がジムの帰りに、まあ、夜中はもうお店やってないのでコンビニしかないんですけども、そうスパークリングワイン買ってこようかなんていう時もあるんですけど、今日はもう飲まないって宣言した日はやっぱり買ってきてくれれば、当然ですが買ってきてくれないですから、うん、そういう時はねやっぱりお家にあるもので、そう焼酎のその軽めの氷とその炭酸水で割ってっていうソフトな飲み物にしたりしてますね。そうなんですけど、その日のうちに飲んじゃう。ねえ、もう本当にこれ振りですかって、もうネタですかっていう感じになってますね、我が家ではね。続いてジンさん、再びそして遅ればせながら登録者数1000人到達おめでとうございます。晩酌クラブとエイブラハム、新しい展開楽しみです。あ、嬉しい、ありがとうございます。うん、ね、どんな展開になるのか私も楽しみです。続いて新芽さん、レチルさん登録者1000人おめでとうございます。レチルさんいつも癒しありがとうございます。これからどんなワクワクが始まるのかな、楽しみにしています。あ、嬉しい、新芽マークが毎度可愛いですね、ありがとうございます。そして CC さん、1000人おめでとうございます。メンバーが何かとかよく分かってないですが嬉しいです。愛のサングラスが1000個並んでるのを想像すると幸せな気分になります。あー、それいい絵ですね。うん、愛のサングラスが1000個ってことはレンズが2000個ってことですもんね。わー、それいいなレチェルさんの言葉を1000人のファミリーの皆さんとシェアできていること本当に尊いなと思います。先月自分のミスにへこむことが多かったという話をしましたが、今月は誰かのミスが立て続けに発覚するということがあり、みんな人間だものとどこかの三尾さん風に遠くを見る薄い目でつぶやいたりしてます。愛のサングラスのおかげでみんなフォローしようねという気持ちで仕事に向き合います。内心私だけじゃないと分かりほっとしたり、いや、そうですよね、嬉しい。でもね、みんなでそうやってね、人間なものっていうのはいいですね。うん、いいですね、お互いフォローし合えるって最高ですよね。レイチェルさんとファミリーの皆さんに今日も感謝のハートが届きますように。あ、社長ありがとうございます。あやちゃん、レチェルさん登録者1000人おめでとうございます。この間からタイトルも内容も私に当てはまるものばかりですごいなと思いながら、あの曲もまた聴きたいなと思ってたらその曲が流れました。それは御影石って前にレチェルさんが説明してくれた曲です。あ、嬉しい、嬉しいのとびっくりでした。あ、そうでしたか。わ、すごいいいタイミングで流せてよかった。うん、シンクロですね。いつも心温まるラジオありがとうございます。たくさんの素敵な言葉、生き方を教えてくれて感謝です。これからもラジオ楽しみにしてます。わー、あやちゃん素敵なメッセージありがとうございます。そしてはるこさん、 Congratulations! あー、 Thank you はるこさん、 Thank you so much、 嬉しいです。いやー、嬉しいな。カズオさんも1000人登録良かったですね。今日の列、例の L で始まるスパークリングワイン買ってきましたよ。夜にいただくことにします。まだまだ登録する方増えることでしょうが、ひとまずおめでとうございます。あ、嬉しい。うん、で続きが、夜になる前にいただきました。これをコーヒーのように飲むのかと、すごいレイチェルさん。しかし飲んでるうちにこれが高額な味に匹敵するのかと、美味しいですね。これからこれいただきます。ジンさんはこれ飲めないのかな、ローソンあればね、すごいです。コスパ最強ではないでしょうか。そうなんですよ、もうコーヒーと同じお値段じゃないですか。コーヒーのトッピングとかね、いろいろと足したりすると、うん、缶コーヒーでいうと 3,4 本ですかね。そう考えると、ん、もっとか、計算間違ってますか。 4,5 本、5、6本かな。でもそれにしてもすごいコスパですよね。うん、いや、覚えられないんですよ、 L で始まるあれね。うん、でもやっぱりそう、スーパーも
酒屋さんもデパートも閉まっちゃう時間帯になる。そういう時に飲みたいと思う時にね、買える日本ってすごいなと思いますね。続いてひろろさん、このモーニング瞑想を流していたら3歳の息子が心が穏やかになりますね、気持ちが楽になりますねの文を声に出してリピートしてました。息子にも心地よい波動だったんでしょうね。そんなほっこりエピソードシェアでした。うわ、それ最高にかわいい。どんな声で言ってくれたんだろう。3歳だから心が穏やかになりますね、気持ちが楽になりますねみたいな感じだったのかな。どうだろう、3歳ってどんな感じだ。うわ嬉しいな。ちょっと顔想像してもう気持ちがすごくほっこりになります。ありがとうございますひろろさん。息子くんにもよろしくお伝えください。で、きくちゃん、うわー1000人になりましたね、おめでとうございます。 ありがとうございます。この先もこの心地よい空間時間がたくさんの素敵なレディーとジェントルマンに届きますように。エイブラハムフレンズ、そして晩酌クラブ、レイチェルさんのタイミングを大切にしていただき楽しみに待ってます。嬉しい、ありがとうございます。なんかね、申請があるみたいで、その申請が通ったらスタートできるということなので、今アートワークだけはねできてますので、その中身もはっきりとね、いろいろと、もう全くカラーが別ですのでね、ごっちゃにならないようにそれぞれね、面白く組みたいなと思ってます。いや今日もたくさんのコメントいただきまして本当にありがとうございます。もう数百人の初期の頃からね応援してくださってる方もたくさんいらっしゃいます。本当にありがとうございます。またね、次回の放送でご一緒できるのを楽しみにしています。今週も素敵な1週間になりますように。 Fine Tune Radio with Rachel Chan. Thank you for listening. Bye for now.